おはようございます。昨日札幌大雪降ったんで、どんなもんか偵察してきます。ホロヒラ橋です。夏はこのアーチ状の上歩けるんですけど、冬の期間は多分通行止めになってます。やっと車道が見えた。中島公園道路です。めっちゃカモいる。マガモ。こうやって見るとすごい雪降ったのが分かりますね。こんな感じです。ちょっと池でも見てくれかな。除雪してます。これは豊平館です。豊平館だと思ってたんですけど、豊平館というらしいです。自動販売機買えるのかな、ギリ買えそう。これ札幌市の中央区ですからね。やばくないですか。あ、キツネの足跡ですね、これ。何の足跡かなと思ったら、向こうまで続いてる。あのキツネって、あの冬の道歩くときに、なるべくエネルギー使わないように、前足踏んだところを後ろ足で踏んでいくので、こうやって縦一列になるんですよね。すごい。